いやね、もうね、機嫌悪いんだわ、本当に。あ、薬剤師さんどうも。いえ、新宿ですよ、僕。西新宿ですね。どうもどうも、こんばんは。いや、もうめちゃめちゃ機嫌が悪くて、なんであんな扱いされないといけないのかなっていうのは、本当に疑問なんだよ、自分の中で。ほんでさ、会いたいって言われてさ、あんなさ、向こうのリスナーにあんな態度取られなくちゃいけないんだろうと思った。もう腹立って腹立ってさ、無駄だわと思って帰ってきたんだよね。失礼でしょ、いくらなんでも。もうほんと時間と金無駄にした。全然気持ちよく飯食えなかったよ。超失礼だと思わない？みんな。いや、あれはなくない？だってクモンリュウから言われてんだよ、俺。飯、あ、どうしても会いたいっつって。で、俺忙しいのにさ、俺、ちゃんと会いに行ったじゃん。でさ、あれはなくねえか、ちょっと。さすがにねえわ、と思って。引いたもん、俺。あれ、なんだろ、これ。いや、さすがに、切れそうだったわ、本当に。ちょっとねえわ。さすがにちょっとねえわ。ねえ。腹立つよね。会う意味ねえじゃん。あれ？何これ？ずれてんの？なんだこれ？え、何これ？え、何これ？何これ？え、みんなどう思う？失礼でしょ？いくらなんでも。え、なんでこんなことになるんだ？なんかずれてんの？俺はね、あれはないと思うよ。さすがに。別に、クモンリュウに対してとか、アキラッパに対して何にも思わないけど、コラボする意味がわかんない。何のメリットもねえわ。あのね、昔無意識でやってたことがだんだん見えるようになったの。すげえ。もう会うべき人にしかもう会わないようにしようと思って、本当に無駄、無駄。いや、カラオケは、っていうか、まあ、終始不機嫌でしたね。正直言うと。気分は良くなかったっすね。薬剤師さん。もう、どれの件にしても、何の件にしても、最近ね、もう、意味のない人と会うのやめようって思った。これ、どれが悪いとか、じゃないんだよ。俺がね、やっぱね、1億にマインドセットが入ってるから、こんなことやってたら1億稼げないなってざわ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 すんだよね。見えてきた、だんだん。いや、不機嫌になるでしょう。だって俺行く意味ある？ないぜ。で、呼ばれて、ねえ、高知から来てるからさ、じゃあ、会おうかって。ねえ、いや、会いたいんすよって言われたから。でも、向こうのリスナーの態度はねえわ、正直。あんな、あいつら相手に話すことなんか一つもないよ。一つもない。ちょっとアキラッパはかわいそうだったけどね。アキラッパはもう察して、すげえ話振ってくれて。いや、アキラッパは気使えるやつだよ、本当に。そう、閲覧が取れたら偉いと思ってるやつらが多すぎる、本当に。あんなさ、もうポットでが。もうどれもそうだし、クモンリュウはまあそうではなかったけど、向こうのリスナー、もうね、うんざりだよ。もう配信のこの閲覧が多いやつが強いみたいな、うんざりだよ、俺は。もうどうでもいい、俺からしたら。いや、最近いろいろあったのがね、もうだんだん分かってきたの。これ、いい兆候なんだよ。ツイッターにも書いたけど、今まで分かんなかったの、俺。奥目指してないから。要は、閲覧が増えたらいいやって合ってたんだよ。でもね、俺今日もちょっと嫌な予感したんだよ。要は、もう1円の得にもなんないの。金の話じゃないんだよ。これ伝わっかな、リスナーに。あのね、すごい難しい話するかもしんない、俺、今から。わかるやつにはわかると思うけど、俺、だんだん見えてきたわ。あのね、これね、なんで鬱になるのか、わかった。要はね、俺がもうマインドセット、億稼ぐことしか考えてないの。要は、スーパースターになることしか考えてないの。それ以外のこと、無駄なんだよ。で、無駄が見えるようになった、本当に。マジで、自分の、やってること、日々の。
でも何にもしない方がまだマシっていうのがね、だんだん分かってきた。そう。下手なことやるぐらいだったら何にもやらない方が得なんだよ。昔はそうじゃなくてがむしゃらにやってたのね。無理無駄ムラが見えてきた、マジで。うん。だってあんな見込み客にすらなんないもん。だってクモン流のさ、今日のコメント欄のやつら見たでしょ。だってさ、クモン流と別れた瞬間閲覧上がったんだよ。俺クモン流をディスってるわけじゃないからね。ちなみに言うと。そこじゃないんだよ。伝わっかな、これ。あきらぱはね、空気読めるんじゃなくて気使ってくれてた。気使ってくれてた、俺に。うん。あいつは優しいやつだよ。で、別にクモン流に対して何にもないのよ。向こうのリスナーに対してもイラ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 して。なんでこんなバカどもに話さないといけないんだと思って。話すことなんか一つもないよね、正直。客層が違いすぎる。もうマジで無駄なコラボ俺やめるわ、マジで。何の利益にもなんない。だんだんね、大手の気持ち分かってきたわ。うん、こいつと絡んで損っていうのがだんだん分かってきた。マジで。うん、もうマジで気をつけるわ、俺。本当に後悔した、今日は。今日っていうか、まあ、どれの時も後悔したけど。いや、不機嫌でしょ。だって俺頼まれてる側なんだよ。クソカスカオス。会いたいから来てくれって言われて、なんで向こうのリスナーに売名扱いされないといけないの？失礼だろ。いくらなんでも。そんな奴らと楽しく会話なんかできるわけねえじゃん。話すことなんか何もねえよ、向こうのリスナーに。うん。マジで、ついてこれない奴はいらねえから、マジで。俺頼まれたんだよ。俺、クモン流と会うのさ、俺からお願いしたわけでも何でもないの。クモン流が相手っつうから、俺寝る予定だったの。飯も作ってくれてて。飯食って寝る予定だったんだよ。パチンコ終わって気持ちよく。なんだお前。もう二度と来んなお前。何様じゃねえ。俺様だよ、バカ野郎。初見さんいらっしゃい。それで嫌だろ。あんなの。うん、いや、無駄だもん、俺。風船ありがとう。俺、時間有限なの知ってるからやることあるんだよ。頼まれたって、しばらくクモン流に対して何にもないよ、俺。向こうのリスナーさんに対して文句あんの。クモン流が会いたいっつったからいいよって言ったよ。で、風呂入ってもいいって、汗だくだからって。で、新宿まで来てくれるって言ったら来るって言うから、明日帰っちゃうんで、和道さんに会いたいって言ったから、いいよって言って、じゃあ飯でも食うかって言って。あ、リスナーの質悪い、正直言うと。うん。本当に悪い。あんなところで喋る気なんかない。クモン流に罪はないよ。ないよ。一切ない。俺はクモン流に対して何もない。クモン流のリスナーに対してはいっぱい言いたいことある。うん。質が悪すぎる。うん。正直話すことは何もありません。あそこのリスナーに。もうね、無駄なコラボやめるわ、マジで。生産性のない。うん。石野とかと飯食ってた方がほんと楽しいもん。1円のとこにもなんなくても。つまらないことやるほど人生無駄なことないわ、マジで。うん。気分が悪いし、俺のリスナーに対する侮辱だから、あれは。うん。うん、いや、配信、はうん。クソカスカオスが言ってんのはわかるよ、うん。要はね、おもちゃにしたいだけなんだよ。怒る時間すらもったいないじゃなくてね、俺はね、言いたい、本当に。俺はもう、ある意味宣言をしたいのよ。もう、くだらねえやつとは絡まないって、うん。悪いけど、リスナーさんとの、神さんじゃないですよ。結婚してないんで。食事、嬉しかったっすね。一生懸命作ってくれて。ありがとう。気遣ってくれて。楽しかった。
でもね、ほんとね、自分の中で何かが本当に変わり始めてる。いい兆候だよ。10年後見といて、本当に。大きな差が出るから。俺にはわかる。10年後大きな差が出る。いや、俺は正直今すげえ苦しいの。ここ数週間。本当に苦しんでんの。だけどね、過去の自分の経験で苦しかった時は見えてる時だから。いや、自分のダメなところがわかるようになってきてんの。今まで見えてなかったこと、マインドセットを変えて。いい兆候、本当に。俺は多分しばらく苦しむよ。だって今まで気づかなかったんだもん。今まで見えてなかったんだもん。見えてるんだもん、俺。要はゴールが変わったんだよ。要はね、100万円稼ぐやり方と1億円稼ぐやり方って根本的に違うんだよ。そう。10万円稼ぐやり方と100万円稼ぐやり方違うでしょ。見えてなかったんだよ、俺は、今まで。あれを平気でヘラヘラしてたんだよ。怒りすら覚えなかった。イライラすらもしなかった。イライラするってことは、ここは俺がいるべき場ではないって分かったんだよね。いや、次を見据えてアクションしてるよ。いや、マジでメタモルフォーゼだわ。マジで。今、さなぎだよ、本当に。でも、俺は、間違いなく、俺に羽は授かると思うよ。地を這う虫から羽を授かると思うよ。俺も空飛んでる自分が見えるもん。マジで。10年以内に必ず俺は飛ぶよ。見えてきた、だんだん。悪くないよ。苦しいけどね。もうついてこれてないんだよ。全然ついてこれてない。もうついてこれないやつはいい。もうほっとく。支えてくれる仲間だけだ。いや、今苦しいな、本当に。変化は痛みを伴うんだよ、変化は。開眼っていうもんだ。多分ね、この苦しさはね、同じ苦しみ分かってるやつしか分かんないよ。いやー、マジで苦しい、本当に。ぶっちゃけ金銭的な苦しみはないよ、俺の今。ありがたいことに。昔は金で苦しんでたけど、今はもうね、今俺がやるべきことは何なのかで苦しんでる、本当に。こいつと話して何のメリット。メリットっていう言い方あると打算的に思われるかもしれないけど、俺の目的に沿ってるのかって。俺のやりたいことを達成するために今この人と会うべきなのかとか、すっげえ考えるの。すげえナイーブ。ただバンバン見える。これは違うとか。あ、これだとか。いや、いいんじゃん、遠巻きで見てる方が楽しいんだったら。それも応援の一つだと思うよ。俺は遠巻きで見てる人も大事にするけどね。アンチがいない、入りにくい配信をしていこう。違う。要はね、俺は1億円を手に入れるために配信やってんの、もかもかさん。そう、結果を出したいの。そのために必要のない人はいらないんだよ。リスナーも、配信者も、友達も、家族も、恋人も。俺は億万プレイヤーにならないといけないの。自分に約束をしたの。それにそぐわない人間は付き合ったらダメなんだよ。どんな人間でも。それにそぐわない人はいらない。わかるかな？なれるわけないだろ。お前いらない。バイバイ。
遠巻きで見てるとか寂しいですよ、和道さん。いや、だから一緒に楽しもうよ。俺が億稼ぐところ見てよ。遠巻きで見んの嫌だったら。じゃんじゃん俺のこと稼がせてよ。うん。じゃんじゃん俺貢いでくれ。うん。1億、1年間で、1億配信だけで稼ぐ。それが俺の今の目標。億万長者。なぜそんなに壁を作る？別に壁作ってないよ、俺は。見ててイライラすんの。で、イライラすることっていうのは間違ってることなんだよ。俺の経験上。楽しいことだけやってたら、いいんだよ。で、楽しくないってことは目的に沿ってないっていう。それが俺の考え方。うん、10年以内ね。10年以内に、じゃあ、10年間で1億円稼ぐじゃないのよ。10年以内に、1年間で億稼ぐってこと。ターさん。ターデスさん。そう。俺が言ってんのは。俺の億万長者の定義は1年間で1億稼ぐ人は、それを10年以内になるっつってんの。だから3年目で1億円達成してもいいのよ。年間1億ね。うん。あ、そうなんだ。あ、貯めるとは違うんだよね。貯金とかあんま関心がなくて。俺は稼ぎたいんだよね、配信で。純粋に売り上げが1億欲しい。うん。壁を作ってるわけじゃないんだよ。もうね、これはね、毎回なんだけど、理解できないやつは理解できないんだよ。うん、これはね、戦ってるやつしかわかんないんだよ。で、強制をしてるわけじゃねえんだよ、別に。ただね、悪いんだけど、もう、なんつうのかな、あらりでもないんだよね。配信者ってほら、ほぼコストかかんねえから。なんつうのかな、やっぱね、頑張ってるとも違うんだけど、戦ってるやつとか結果出してるやつしかわかんねえんだよな。変な言い方だけど。変な言い方だけど、悪いけど、俺はもうそこまで来てるんだよ。申し訳ないけど。いや、達成できるかどうかじゃないの。俺は、とにかくトライはしてるよ。今、まさに苦悩して戦ってるんだよ。で、できねえよっていうやつが5万といると思う。うん。マインドの数学的は根拠がないってことだ。俺は別に数学的根拠なんか一つも言ってないよ。うん、俺はやるっつったらやる男だから。今まで全部やってきたから、うん。それはうちのリスナーさんだったらみんな知ってることだから。最近のリスナーじゃない限り。やるっつったことはやってきたよ。いや、俺には自信があるの。1億稼ぐ。配信で。じゃあまさにこれが決断なんだよ。苦しいよ、俺だって。俺だって苦しいよ。うん、いらないっていうの、うん。いらないっていうの苦しいよ。これが決断なんだよ。よく見てて。今日の俺ターニングポイントだからよく見てて。もし今後追っかけるな。今日この日に俺は決断してるんだよ。よく見てて。この日10年後1億稼ぐ時と全く同じことを言ってる。俺は絶対。間違いないから。なんでか、決めること、立つことはイコールだから。どんな動きをするのかっていうか、もう全部見といて。なんでかっていうと、動きが変わってるの、実際。実際動きが変わってるんだよ。俺、切り上げないもん、今日。クモン流と会ってずっとクモン流が最後、駅まで行くまでずっと一緒にいたよ、俺。多分。それじゃダメなんだよ。何のメリットもない。お互い。ケイブンわかる？うん。すごい辛い決断をしてるんだけど、苦しみなんだよ、これは。でも、生活保護を抜けた時も、バイトを辞めた時も、捨て頃出るって決めた時も、いつも決めた時は強いから。この日今日変わるんだよ、俺は。気づいたよ、今日。なんで俺不調なんだろう。なんで鬱になったんだろう。ゴールが変わったからだよ。目指すものが変わったんだよ、俺は。だから、会うべき人と会うタイミングで会うんだよ。それ以外はいい。そういうこと。謎の X さん、そういうこと。
それが俺のリスナーを大事にするっていうことなんだよ。そう、そうなんだよ、ゆまつさん。本当にそうなんだよ。うん。俺は一応前から1億って言ってるよ。俺の億万長者の定義は1億だよ。とりあえずね。だって、ほら、俺が今10億、100億って言っても違うと思ってて。ちょうどいいのが、俺の中でしっくりくるのが、今、月80万ぐらいでしょ。100万って言っても嘘なんだよ。もう手届くから。小さくね、目標ってなんの。で、奥はやり方わかんないの。そこがちょうどいいんだよね。で、1億達成したら100億とか言うんじゃん。お金に執着してないよ、ぶっちゃけ。だって困ってないもん。買いたいもん買えるもん。そこじゃないんだよ。俺は結果が欲しいの。数字が欲しいの。実績が欲しいの。金が欲しいんじゃないんだよ。そこ、矛盾に聞こえるかもしんないけど、例えばさ、高坊さんさ、1億本当に貯めたっていうことはさ、50万も経験してるじゃん。100万も経験してるじゃん。ぶっちゃけた話、俺30万以上からあんま変わってないんだよ、生活。旅行とか行けるぐらいになっただけで。ぶっちゃけ食いたいもん食えるし、買いたいもん買えるんだよ。そこじゃねえんだよ。うん。あ、でもわかるよ。金に執着しなくなったら金が入ってくるって。で、俺別に金は困ってない。正直言うと。ただ金は欲しい。腐るほど。ここに1億積みたい。配信でね。ありがとう、謎の X。そう。バカを黙らせるには奥稼いだ方がいいんだよ。バカを黙らせるには数字を取った方が早いんだよ。俺はバカを黙らす力が欲しい、今。そろそろ俺にはそれを与えていい頃だと思ってるから。自分の人生でやってきたことを考えれば。俺は1億円プレイヤーになってふさわしい男だと思ってるよ。あ、金は金を呼ぶよね。閲覧が閲覧を呼ぶのと一緒だよ。人、時間、タイミング。本当に。今回はタイミングが悪かった。本当に。タイミングが悪かった。配信外で会うべきだった。会うんなら。本当にダメなことをした。勉強になった。会うべく人と理由があって。いや、経験だね。本当に。今までだったら何にも思わなかったよ、多分。っていうか、1週間前、2週間前だったら多分分からなかった、俺は。本当に人とどういう形で会うのかっていうのを大切にしようと思った。本当に、ネガティブキャンペーンしただけ。自分の。だって本来は和道さんと会えてよかったねって言わせないといけないんだもん。でしょ？俺が本当に多く稼ぐ男だったら。お前よかったな、和道さんにも会えて。東京にも来れて。お前ラッキーだよ。和道さんになんかなかなか会えないんだよって言わせないといけないんだもん。でしょ？だから1時間3万円で人と会わないといけないんだよ。その価値を作ってなかったの、俺は。お前ふざけんなよ。お前二度と来んな。いらねえから、おめえみたいなリスナー。お疲れ、クレスコさん。お疲れっす。いや、本当に思った。だから、金じゃないんだけど、金なんだよ。俺別に3万円なんて欲しくねえよ、正直。いらねえよ。だけど、その価値を作ってこなかったんだよ、今まで。本当に和道と会うには3万円払わないと会えないんだって。そう。コラボする配信者も考える。それ、まさにそれ。今日の結論それなんだよ。俺ね、多分ね、もうコラボしないかもしんないわ。正直。無駄。マジで。だって自分の放送やってたら毎日2、30人増えるんだもん。誰にも叩かれず。自分の枠で。でしょ？無駄だよ。コラボする配信者本当に選ぶ。今後。っていうかね、むしろね、コラボしないぐらいの勢いでやろうと思ってる。よっぽどのイベントごととかギャラが出るとか。マジで自分の価値を落とすだけだわ。
マジ大手の言ってることがだんだん見えてきた。俺ね、はっきり言う。今まで中堅だって言ってたけど、俺大手だわ。今。うん。自分の実力がよく分かった。俺は今大手名乗るよ。今日から。俺は大手だよ。うん。いや、コラボはね、本当にもうしないぐらいの勢いじゃないと無理だと思う。うん。マジで付き合う人間考えよう。本当に人脈整理するわ。マジで。いよいよ持って。腹くくろ。マジで。半端な慣れ合いコラボとか意味ねえ。マジで。うん、俺が楽しくないことなんかリスナーさんが楽しめるわけねえんだもん。もう楽しいことだけやる俺は。腹くくった。いや俺石川、正直言うわ、今回の件で俺ピンときたのは石川紀之のことなんだよ。あ、この人やっぱ本物だわって。俺石川紀之が考えてる思考にやっと追いついた今日。うん、そうだね。まあね、考える必要ないと思う。こういうね、感性を磨いていってる作業じゃん。俺感覚型なんだよ。正直言うと。ゴール決めたら感覚が教えてくれんだよ。今日みたいに。これ間違ってるって。で、今日学んだことっていうのは、もう一生残るんだよ。一生残るんだよ。でしょ？だから、もう二度と間違えないの。俺は怪我して覚えるタイプだから。うん、俺はそう信じてるね。ついてきてくれるやつはもう全力で愛す。とことん愛す。ただついてこれないやつはもう切る。うん。正直言うと。決断。うん。ついてこれない人はいらない。うん。うん。そうだね。しっかりやんないとね。今日イライラしちゃってる。ごめんね、スーヘイ。ただね、すごい重要な日なんだ、今日。すげえ聞いてもらいたい。腹割って話すから。ごめんね、イライラしちゃってて。うん。5分で帰るべきだったな。っていうかね、マイケル・ジャクソンだったらすぐ帰ってるはずなの。テレビ、ね、ステージに上がって、うわー、ブーってなった瞬間帰るよ。あ、今日のステージダメだわ、つって。でしょ？矢沢永吉もそうだよ。わーって乗っかってなかったら、今日の客どうなってんの？矢沢帰るって言ってるよ。でしょ？うん。絶対そうなると思うの。俺今矢沢が見えてるから。自分が矢沢と同じ、マイケル・ジャクソンと同じだよ。あー、ちげえわ、今日の客って。追い返してって。うん。あ、そうなんだ、パピコ。新月なんだ。うん。いや、なるでしょ。俺がそうなったんだよ。だから1万円置いて帰ったんだもん。じゃあねって、また機会があったらって。でしょ？正しい判断をしたと思ってるよ。ちげえなって。うん、うん、金払ってでも帰るよ。マジで付き合う人間、付き合うリスナーさん考えるわ。本当に配信者、リスナー、すべて関わる人すべて選ぶ。もう心が教えてくれるもん。俺の敏感なセンサーがビンビンに反応してるから。俺今ビンビンだよ。ビンビン。いや、本当に思う、最近。
24時間しかねえっていうの本当思うね。いや、前向きだよ。いや、いつも前向きよ、俺は。正直、いつも前向き。いや、スイッチ入ったね。完全に。今日、吹っ切れた。うん。わかるやつだけわかればいいって。わかるや、わかんないやつはもういらん。わかんねえやつと話してる時間の無駄。わかるやつだけ、わかるやつはわかるから。で、わかるやつが集まってみ、世界変わるから。今日の予定はないっすね。薬剤師さん、僕、これ座右の銘じゃないんですけど、未来のこと考えない、過去のこと考えないって決めてるんですよ。今しか考えない。で、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやるのが僕の人生だっていうのが僕の、もう、ミッションなんですよ。使命なんですよ。未来のことは好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやってます。はい。わからないやつ、もう本当に思った。いや、スイッチ入ったよ、完全に。完全に入った、俺。うん。だから見てごらんよ。さっきの枠と全然違うじゃん。ビンビンリスナーが反応してんじゃん。俺の言ってること全力で分かってんじゃん。響いてんじゃん。これだよ。わかるやつはわかるんだよ。わかんねえやつは何言ってもわかんねえんだよ。わかんねえやつに説明してる暇なんか俺にはねえよ。うん。わかるやつだけガンガン来いって。わかんねえやつはいい。もうめんどくせえ。わかんねえやつに説明グダグダしてる暇なんか俺にはねえ。うん。そう、質の高いリスナーがビンビン感じればいい。バイブスを、俺のビンビン感じればいい。で、自分たちのやるべきことみんなあるからビンビンやるから、バンバン感じ取って、そう、いいバイブレーションだよ。ぐるぐる回るから。悟ったわ、俺今日。目が覚めたわ。コメント読んでくれない。なんでだと思う？うん。自分で考えよう。先っぽ。なんで自分のコメントが呼ばれなかったか考えよう。なんでか考えよう。いや、もう吹っ切れたね、俺。うん。獣道歩くみたいなもんだぜ、マジで。だって、明日の確証ねえんだから。よく言われるよ。ふわっと潰れたらどうすんのって。配信10年持つと思ってんの。明日食えてると思ってんの？思ってねえわ。俺が一番分かってるわ。俺が歩いてんだから。俺当事者だわ。先真っ暗だよ。先なんか真っ暗だよ。何にも見えないよ。歩いてんだよ。俺はその道を。俺が歩いた後が道になるんだわ。俺がマイルストーンだわ。わかる？俺が先駆者なの。後ろからそんなこと言われても知らねえわ。俺は歩くしかねえんだわ。だろ？だろ？俺はもう前に進むよ。悪いけど。俺は前に進む。とことん前に進む。決めた。腹くくった。飛んでくる矢も石も鉄砲も全部受け止めるよ。俺が一番最初にいるんだから。ついてきたやつは無傷だよ。全員俺が守る。俺がリーダーだ。いや、その話してたの、ゼロさん。間違えたって。完全に。今、ビンビンだから、俺。もう腹くくったから。
腹くくったやつは強いよ。いや別に俺は配信サイト自体が世の中からなくなるなんてことありえないと思ってるから、うん、配信サイトはどっかしらであるから、新しいイノベーションが起きない限り。でこの生放送っていうコンテンツは最先端走ってんのよ。 YouTube がようやく食いついたぐらいでしょ。これから来るモデルなのはもう間違いないと思ってるから、そこの読みはもう絶対安心してる。めんどくせえ、佐野の名前出すな、めんどくせえ。佐野とか知らねえよ。俺は別に慣れ合いが悪いとは言ってないよ。慣れ合って強くなるならね、慣れ合って強くなるならとことん慣れ合えばいい。ただ俺は慣れ合ったところで今今日慣れ合う人は間違えてるよね、うん、だよね、うん、俺が慣れ合う相手じゃなかったよね、うん、YouTube ね、生放送舐めてたんじゃないよ。 YouTuber 順番間違えなかった、俺の判断よこれ。あの動画って何が強いかっていうと、一回アップロードすると一生残るんだよ。再生数が蓄積されるの、わかる？だから瞬間的な視聴率よりもトータル100万再生、1000再生っていくでしょ。1億再生とか。しかもサーバーの負荷が少ないんだよ。だから生放送を先にやるっていうのは不利だっていう判断をしたんだよ。そう、俺は Google めちゃめちゃ頭いいと思ってて、 Google は絶対間違いを犯さないんだよ。だって最高の脳みそ持ってるやつらが働いてんだよ。俺より数百倍数万倍頭いいやつが、そいつらが出した結論が間違ってるはずないんだよ。世界最高峰の会社なんだから、うん、いやそれぞれの気づきがありましたよ。28歳の時とか、牢屋の中ぶち込まれた時とか、ネットワークビジネスでね、あの不労所得ダウンライン4800人作った時とか、いろんな時に気づきがありましたよ。でも俺は今自分の最高点にいるね、間違いなく。踏み台とか必要ないと思う。慣れ合って強くなるなら慣れ合えばいい、うん、それが俺の判断。面白さっていうのはね、客観的なものなんだよ、うん、例えばね、子供の頃さ、世界の車窓から見ても面白くなかったんだよ俺ただね、サラリーマンになって超疲れて残業して家で弁当食ってる時に世界の車窓から見ると泣けるぐらい感動するんだよ。わかるっしょ、みんなおっさんだから。夜中さ帰ってきてさ、テレビ番組なくて世界の車窓から見るとなんだこれってならない？やべえなみたいな、ずっと見てられる。わかるっしょこれ。これ面白いか面白くないかって主観なんだよ。そうで、俺は簡単、できるやつが面白いと思うコンテンツ作ればいいのでしょ。小学生が面白いと思うコンテンツなんかやる気ねえから、うん、3年で作ったよ4800人ダウンライン、6カ国飛ばしたかんね。わかるっしょ、うん、はいさよなら。気持ちとか知識とか知能の面で最高潮。違うね。なんだろう、感覚研ぎ澄ませ。俺感覚人間なの、ファントムさん。感覚で生きてんの。で、多分俺今間違ったこと言ってないんだよ。わかんないよ。明日になったらボロボロに間違ってるかもしんねえって言うかもしんないよ。でもその分強くなってるの。間違いなく一週間前答えが出なかったから鬱になったんだよ。でも俺は答え出たんだよね。うん、間違いなく。ビンビンに今出てんの。これだって。俺のゴールが変わったから、今心地よかったぬるま湯が不快に感じてんだって。昔ぬるま湯に浸かってて心地いいなーっつってたのが今イライラすんだよ。降りてきたね完全に。なるほどって、俺ゴール変わったんだって、こいつらと目指してるところ違えんだって、それは居心地悪いわって。これからとんでもない仲間がバンバンできる。俺には
できるやつ、世界一流のやつらが、本気のやつらが、うん、リーダーたちのリーダーになるんだよ。まあ相当キワいこと言ってるけど、これから多分言い続けるだろうね、俺は。変わったって言われるよ、また。変わったって言われるよ。風船ありがとう、舞ちゃん。いや、わかるやつにはわかる。で、わかってるやつは強いから。おそらく。稼いでるやつか、これから稼ぐやつだよ。俺にじゃんじゃん貢ぐよ。今俺の話ビンビン響いてるやつは。風船ありがとう。そう、この分かるやつ、誰に向けてメッセージしてんのかっていうのがすげえ大事なんだよ。分かんねえやつは分かんねえから。ケイブンさんありがとう、ハート。ハートありがとう、ヒトラー。ハートじゃない、風船ありがとう。いや、俺は他人に関心ない。誰もディスる気ないから。あの人はあの人で結果出してるし、俺はファイターとしても尊敬してるし。俺はあの人の道を、あの人があの人の道を選べばいいと思ってるから。もう正直、興味ねえ。うん。はっきり言っとくわ。ツイッターもフォロー、リストから外したぐらいだから。マジで興味ない。どうでもいい、他人のことは。もう他人のことも、配信者のことも触れないでほしいね、俺に。誰がどうなったとか。関心ない。何の利益もない。俺にとっては。てか、配信なんてバカが見るもんだと思ってるから。俺のリスナーは別ね。そこは、本気で言っておくわ。俺のリスナーは別。ただ、他の枠見てるやつ全員バカだよ。うん、何も面白くねえよ。数字取ってるやつで面白いやついるか？なあ、いねえだろ。うん。はっきり言うよ。よくこんな放送に200人集めてると思わねえ。よくこんな知的でインテリジェンスな放送に200人集まってると思わない。俺がやってることいかに偉大かって話だよ。うん。どれとはもう関わらない。あいつが頭下げるまで俺はもう会う気もない。会話も声も聞きたくない。正直興味ない。うん、あいつが腹割って俺に謝るまで無理。うん、興味ない。どうでもいい。いや、俺ずっと言ってるよ、テクテクさん。俺ずっと言ってるよね、最近。電話で喧嘩吹っかけられてたから。ねえ。もう関わる気ねえよって、あんなバカと、うん。技を教えてくれたのに。だからそれはそれでいいじゃん。そこに何が問題あんの、うん、バカ野郎。あいつは俺に技を教えたかもしんねえけど、俺があいつに配信を教えたんじゃねえの。ちげえの。いや、絡まないっつってんだ。うん。腹割って俺が響くまで話さないから無理で、俺とは付き合いできないっつってんの、うん。絡まないよ。無理。どうでもいい。死のうが何しようがどうでもいい。本当に。うん。本当だよね。ギャラ出せって話だよね。うん、だから何って話だよね。本当。うん。技を教われば、うん、周りにイエスマンしかいないとダメになってく。イエスマンなんかいねえよ、うん、バカじゃないの、うん、
メリットね。マジ。おやすみ、高坊さん。ナッパさんいらっしゃい。はい、アキラさんおやすみ。また。俺思うんだけどさ、フリップくんさ、松本人志が俺に言うんだったらわかるけど、あなた松本人志なのねえ、あなた松本人志だと思ってんの自分が。あなたは松本人志すげえって言ってる一信者の一人に過ぎないから。俺からしたら何を言ってるかじゃなくて誰が言ってるかだから。そう思わない？フリップくん、フリップくん、あなた松本人志じゃないよね。あなたは松本人志を囲いの一人でしょ。違う？うん。あなたが松本人志だったら俺は多分そうですねって言ってると思うよ。うん。あなたと同じことを言っても。あなたは松本人志ではないからね。俺に響かせたかったら松本人志連れてこいよ。代弁はいらない。本人出せ。松本人志を今すぐここに呼べ。俺はお前と話をしてんの。松本人志の話なんかいらねえわ。いや、入ってるでしょ。入ってるでしょ。わかる。入ってるでしょ。正論が出るんだよ。入ってるから、見えてるから、決断してるから。うん。俺は松本人志と話がしたいね。もしくはフリップくんと話がしたいね。例え話なんかいらないよ。うん。セックスのハウトゥー本にこんなこと書いてあったよって。だからなんだよ。俺にフェラチオすんのかどうか決めろよって話だろ。俺とセックスすんの？フェラすんの？君にされたいの？俺は別に間違ってること言ってるつもりないけどね。俺はフリップ君の意見が聞きたいけどね。誰かの代弁なんていらないよ。君が何者で、僕が何者なのかが重要なんじゃないのかな。腹くくろ。億万長者になる男がどんな男かよく見といて。
億稼ぐに興味ある人と、結果出してる人はいいから、分かってるはずだから。俺が今正しいことやってるか間違ってることやってるか、億稼いだ人は見えてるはずだから。これから億稼ぐのに興味があるのと、和道がどうなるのか期待してるやつはよく見といて、今日からの俺を。俺は腹くくったぜ。配信で億稼ぐよ、俺は。それに必要のないことは一切やらない。必要なことは全力でやる。音楽2分間流します。アイテムくれる人はアイテムお願いします。花火死ぬほどください。ありがとう。レーンさん、バーガーありがとう。はい、レーンさん、風船10個ありがとう。舞ちゃん、風船8個ありがとう。ありがとう、クソカスカス。バーガー2個ありがとう。ケイブンさん、エンペラーありがとうございます。ペンギンありがとう。ありがとう、クレスコさん。風船30個ありがとう。みんなアイテムありがとう。おい、ラビーちゃん。こんばんは。起きてたの？けえよおめえよ。俺に読んでもらえねえってことは考えろよ。つまんねえんだよ。てめえのコメント拾っても広がんねえんだよ。考えろよ。面白くねえから拾ってねえんだよ。少し頭使って面白いこと考えろ。もしくはアイテム投げろ、バカが。ブロック入れるぞこの野郎。てめえの気持ち悪いコメント読んでもらいたかったらよ、仮想枠行け。な。拾ってくれるよ、お前のつまんねえコメント。つまんねえ配信者がよ。そう思うだろ。つまんねえコメント読んでもらいたかったら、つまんねえ配信者のとこ行けよ。全員つまんねえ、つまんないコメント打つのブルってコメント止まっちゃったじゃねえかよ。おい、どうすんだよ。全員ブルってコメント書けなくなっちゃったじゃねえかよ。おい。しょうもねえ。自信ないの？自信ないの？ありがとう、ケイブン。
よく切れる包丁が日本刀になる。日本刀ってね、あれらしいよ。普通に包丁とか作ってる職人さんが作ってるらしいからね。だから、日本刀の技術とかって、鍛冶職人が受け継いでるらしいよ。今って包丁作ってるやつとか。うん。あ、怖かった？うん。どれ調子に乗ってるよ。うん。見たらわかるっしょ。うん。わかった。つまんないコメントもほどほどに拾ってくわ。お前らが俺の敷居下げてどうすんだよ。お前、俺が腹くくってんのに、お前らが敷居下げてどうすんだよ。和道リスナーとして誇りを持てよ、和道リスナーとして。俺が打ったら笑いが取れるぐらいに勢いでコメント打とうよ。和道は全部面白くしてくれる。俺が打ったコメント全部笑いに変える。腹くくろうぜ。そう。モチベーション下がるから。神との対話だから。神と会話するってことは君たちも神なわけだから。てめえのブログじゃねえんだよ、キャッチアップよ。ブログで書けよ。ツイッターで書けよ。トイレ行ってきたって。誰もリツイートしてくんねえから。フォロワーもゼロだろうな。なあ。非公開でも何でもいいよ。ツイッターに書いてこいよ。トイレ行ってきましたって。毎日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 来る日も雨の日も晴れの日も嵐の日も毎日毎日振られた日も恋人ができた日も毎日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 配信やって4年目だバカ野郎。リプオッケーだよ、うちは。いや、半年ロムで、例だよ、本当に。今来た何があったとか言わせねえよ。拾わねえよ、もう。今来たどうしたって見てねえ、おめえが悪いんだよ。俺の通知が来たら全部開くのが普通だろ、礼儀だろ。俺もう今来たどうしたはもうない、言わない。過去のことマジでとらわれない。もう説明枠一切ない。今しか考えない。それが俺のスタイルだわ。完成するぞ俺のスタイルが。和道流配信術、和道流。今来たどうした、誰々のことどう思う、知らねえわ、知らねえわ、てめえで考えろ。考えないやつ嫌いだわ。全部自分で考えるんだよ。全部自分で考えて自分で手に入れろ。答えは人からもらうな。俺はそうやって生きてきたんだわ。バカみてえにない頭使って毎日毎日毎日考えて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 悩んで悩んで悩んで鬱になって減らって死にたくなって行動してんだわ。そして行動からしか得るものはねえわ。行動した時には失敗するかもしんねえけど、失敗は経験なんだわ。
成績いいわけないじゃん。俺が成績いいように見える？ねえ、ポポさん。俺が成績いいように見えます？こんなのが、学校で授業まともに受けると思います？空ばっか見てましたよ。雲ばっか見てましたよ。窓際の席にならなかったら、鬱でしたよ。毎日雲見て、毎日空見て。ノートに落書き書いてましたよ。成績いいと思います？いいわけないよね、成績が。成績良かったらこんなことしてないっすよ。空ばっか見てたよ。雲ばっか追っかけてたよ、うん、自分のやりたいことばっかり考えっすよ、うん、あ、軽いいじめあったことありますね。ありますよ。空見上げて雲を見つめてたよ。その時見てた雲が今の俺だよ。今見てる雲は10年後の俺だよ。ちょっといい。ガキの頃よ、雲ばっかり見てたよ。授業なんてまともに受けてなかった。空ばっか見てさ、雲ばっか追っかけてたよ。ガキの頃見てた雲がよ、今の俺だよ。 OK です。はい、 OK です。よし、かっこいいな、今のな、今のかっこいいな、うん。いや、 OK だよ、今の、今の OK でしょ。よかったっすーってなるでしょ。 AD ディレクターニッコニコでしょ。いや、今のなかなか良かったでしょ、今のは。うん。OK テイクだよ。いや、いいでしょ、今の。うん。多分、ツイッターで速報で流れてるよね。うん。今の濡れた？ありがとう。バーガーありがとう。いや、めちゃめちゃ痺れたね。いや、今のはま完璧に1億円プレイヤーの発言だったよね。いや、こういうのがいいんだよ。こういうのがいい。毎日こうやってやってて、もう俺は完全に奥だって思ったら、いや、奥じゃないことをやったらイライラするし、奥的なことをやったら正解だから。もう確実に俺今1億円に向かって走ってるね。見えるもん。うん。今ので花火が100発上がったの見えたもん。かっけえ、和道さーんつって。かっけえわーっつって。和道さん最高っすねーって。もう今日花火投げていいっすかって。投げろよって。投げちゃえよって。投げてんだろって。受け取ってやるよ。ほらよって。投げろ。これだよな。これが配信者だよな。いいよ。受け取ってやるよ。投げろよって。これですよ。いや、大事だよ。大事大事。俺はもう見えてるよ。確実に階段登り始めたよ。動き始めたよ。もう見えてる、俺は。そう、さなぎから蝶になる瞬間。いつだろうね。いつだろうね。俺っていう蝶が羽ばたくのはいつだろうね。どんな色の羽だろうね。うん、楽しみだね。うん、ねえ、バタフライですよ。バタフリーはどうですよ。まあ、今、さなぎだけど。うん、いや、さなぎじゃない。いや、1億円プレイヤーって言いたいだけだから。俺も、正直。別に1億円の使い方わかんないから、正直言うと。正直言うと、1億円で何に使っていいのか全然わかんない。うん。ただ、
1億円プレイヤーって名乗りたい、うん、ただそれだけ、うん、あ、そうだよ。リスナー、それ、あのね、あ、クソカスカオスね、答え出したから言うわ。俺なんでこの枠開いたかっていうと、リスナーに対する線引きだから。そう、今まで優しいからやらなかったの。俺一本この枠で何をしたかっていうと、リスナーに線引いたから。わかる？警告1なの。もう俺はお前らいらないよって。ついてこれないんなら、腹くくれよ。俺はくくったからなって。わかる？俺は一線、ここに一本線を引くって。そこを踏み越えるか。ね。今まで通りぼーっと突っ立って見てるか。お前らが決めろって。俺は決めたぞって。俺は前に行く。この線を踏み越えるには覚悟がいるぜって。そのための枠なんだよ。行動しないのって言ったでしょ。違う、俺はバカじゃない。一本引いたかんな、ここに境界線。俺はどんどん行くぞ、奥に。俺は腹くくった。この線を踏み越えるやつ、俺と同じ景色が見たいやつは越えちゃいなよ。たった一歩だから。見たことのない景色見たくないって。俺は行くぜ。50万円、80万円までの俺は見せたから、うん、無料でピーって一本引いたから、こっから先は1億円見たいやつは来ちゃいなよ、うん、覚悟がないやつはさようなら、バイバイ、今までありがとね。そういう枠、そういう枠、うん、うん、腹くくってるやつだよ。一番強いのは腹くくってるやつ。そうそう、俺は俺の道を歩く。未開の荒野だけどね。そうだよ。道で道満ちた道で生きよう、生きて誰だっけこの歌俺洗脳とか詐欺とか言ってるけど、あの言われてるけど、洗脳とか詐欺ってバレたら絶対騙せないんだよだろ、なんでお前ら詐欺だのな、洗脳だの言ってて、洗脳できてたらお前らが気づくはずねえだろ。もう自己矛盾なんだよ洗脳できてないでしょ、お前らが洗脳だって言ってんだからってどんだけ不完全なんだよって。プロはバレねえ。もし俺が本当の詐欺師なの、洗脳家だとしたら二流すぎるだろ。ああ、いい名言だね。今のいいね、うん、プロリスナーはネタバレしてても全力で騙される
いいね。リスナーも名言吐いたら、ちゃんとエコーかかるから。うん、リスナーも名言吐いたら、1億円にふさわしいリスナーコメントがあったら、僕がエコーかけるんだね。うん、今のよかった。プロリスナーはネタバレしてても全力で騙される。これツイートしたいぐらいだよね、これ。これ格言でしょ。今日の格言だよね、これ。あ、ごめん。俺三流のコメント読まないから。俺に読んでもらいたかったら一流のコメント書いて。悪いけど。三流のコメント読まないって決めたんだ。三流は三流と慣れ合ってろ。三流のコメント読んで欲しかったら三流の配信者のところ行けよ。ここは一流しかいない枠なんだわ。悪いな。また線の前で立ち止まるのやめてもらってもいいですか？なんでお前らさ、さっき線踏み越えようかなってなってたのにさ、線の一歩下がったの？線の前でこうプルプル震えるのやめてくんない？うん。今線に下がったでしょ、お前ら。一歩下がってプル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 みんなで震えてたでしょ。どうしたの？決めてないのかい？うん。見たくないの？いいの？このままで。ねえ、うん。いいの？一流のリスナーになりたいんじゃなかったの？ねえ。海賊王のクルーになるって腹くくってなかった？さっきまで。大丈夫かよ。なんで線の後ろに下がるの？さっき踏み込んでたよね？片足。プル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 震えやがってよ。しょうもね。わかった。じゃあやり方教えてあげる。とりあえず、打つコメントなかったら俺のこと褒めよ。俺のことを未来のスーパースターだと思って褒めちぎればいいから。そしたら展開が始まるから。みんなも思い込まないとダメなんだよ。わかる？俺だけじゃ、これ小野陽子の格言ね。小野陽子。一人で見る夢は夢でしかない。でも、誰かと見る夢は現実だ。小野陽子。はい、リッスンね。はい、リッスン。響いた？一人で見る夢は夢でしかない。でも、誰かと見る夢は現実だ。うん。わかる？俺を億万長者にしたかったら、俺を億万長者だと思って、来い。俺は全部受け止めてやる。俺を億万長者に加速させるのはリスナーだから。見たいだろう。一人の冴えない中年男性がスーパースターに変わるところ見たくねえか。一人の冴えない男を天才に変えるのは君たちだよ。とりあえず褒めときゃなんとかなるから。とりあえず褒める癖つけよ。
褒めて伸ばすタイプだから、完全に完全にみんな誤解してるけど、叩いて伸ばすタイプだと思ってるでしょ。豆腐メンタルだから、お前らが思ってるより繊細だから、丁寧に丁寧に褒めちぎれ、繊細に、おなごの肌だと思って触れて。こうなったら花火上げまくるわ。待ってたよそのコメント。ぐんぐん伸びるでしょ、ぐんぐん伸びるでしょ、伸びないわけないでしょ。とりあえず褒めてみ、俺のかっこいいところどんどん言ってみ、響くから、戦闘力どんどん上がっていくから。あのね、腐ったよしえね、一言言っといてやるよ。俺のチンコが小さいんじゃないから。俺の夢がでかいんだよ。他人のことは知らない。他人のこと話したいんならどっか行って。俺人の話とか嫌いだから。人の話したかったら他のところ行って。ここ俺の枠だから。俺っていう人間が目の前にしてさ、お前さ、矢沢永吉の前でさ、徳永の話しねえだろ。お前矢沢永吉の前でさ、長渕剛の曲の話しねえだろ。お前がやってんのそういうことだから。失礼だよ。帰れ。消えろ。二度と来んな。NG だ、お前は。分かってねえなあマジで。いいねそれね、誠に結構だってゾウさんに励んでくれた前。いいね、ヒトラーはマインドセット半端じゃないんだろうね。バッチバチに入ってるじゃん誠に結構だ、ゾウさんに励んでくれた前、名言、名言つうかもう心構えがいいね。やっぱヒトラー好きだわ俺。俺ヒトラー好きなんだよね。最高だよね直角ぐらいからの上から目線だからね、すっげー高いところから言ってるよね。あ、最高だよヒトラー。とりあえず和道のすごいところを書こうと思ったけど全部がすごすぎて手が止まってる。いいね、ありがとうみんすけ、最高、いいコメントありがとうね。そうだよね、すごすぎると書けないよね、わかるよ。わかるよ、でもね俺ね本当にもう本音言うわもういいわ本音言うわ、あのいいわ、フォロワー減ってもいいわ。みーすけ花火ありがとう、みーすけ花火ありがとう。あのね、あのね、
俺ね、同級生、小学生の頃とか幼稚園の頃思ったんだけど、こいつら、農民だなって思ってたの。本当に。こいつらと絶対俺 DNA 違うって本気で思ってたんだよ。これ差別とかじゃないんだよ。もう価値観が違うの。根本的に。あ、こいつら畑肥やしてたんだろうなって。何百年も。何千年も。俺絶対その血筋じゃないっていう。そう。さ、農耕民族なわけだ。99%。いや、先民思想なんだよね。いや、もう今だから言うよ。農民のふりしてたけど、もうね、DNA でわかるんだよ。考え方が違うって。根本的に生き方が違うと。血が違う。流れてる。そう、祭り事をやってきた身だから、祭り事と戦しかやってこなかったから、米の作り方知らねえんだよ。そう、祭り事と戦しかしてないの、俺。そう、あ、ジプシーなの。いいね。生粋の戦闘民族、鬼島津の血を引いてるから。徳川家康がひるむぐらいの戦闘民族だから。無理。普通のやつの考え方はもう合わない、俺は。普通なんてどうでもいい。童話って何？童話って。何？童話って。もうね、普通の考え方とかいらないもん。生産性を上げる話とかもどうでもいいもんね。領土は奪え。敵は殺す。社会人としてと常識とかいらん。常識ってなんだっけ？アルバート・アインシュタイン。常識とは17歳までに身につけた偏見のコレクションである。かな？合ってる。常識とは17歳までに身につけた偏見のコレクションである。合ってたかな？俺と飲むには1時間3万円かかりますけど、もしそれでよかったらぜひ飲みましょう。よろしくお願いします。あれ、違かったっけ？常識とは17歳までに身につけた偏見のコレクションである。違かったっけな。すごい本をいっぱい読んできた。すごい人に教わったことね。上場企業を3つ作った人に生で聞いたことね。何もしないぐらいなら本を読め。何もしないぐらいだったら本を読め。ただ、君が本を書いたとき、君は10倍話を持って書くでしょう。だから、本に書いてある内容は10分の1しか身にならないよ。本を読むより人と会え。まあ、君は人と話すときに話を2倍に持って話すでしょう。そうだよね。だから人の話は半分に聞きなさい。人と会うよりも行動をしろ。行動はすべて100%真実だから。何もしないより本を読め。本を読むより人と会え。人と会うより行動しろ。俺はこう教わった。
もし行動しかしなかったら君は100%正しい。100%経験しかない。真実しかない道を歩むだろう。そういうふうに本気で教わった。仕事してんじゃん。俺、和道っていう仕事なの。俺が仕事なの。3万と交通費いただけるなら、1時間3万とプラス交通費いただけるならどこでも行けますよ。いや、すごい人だなと思ったね。本物の言葉だなと思ったね。すごいよね。超かっこよかったよ。かずみちゃんはどうぞ。超かっこよかったよ。若手の経営者50人の前で、2、30代の経営者50人の前で、その人講師に呼んで、お前ら、才能のあるやつ手挙げろ。経営者として才能のあるやつ、今いる人間で俺はできるっていうやつ手挙げろ。全員手挙げたの。お前らは全員才能がない。もしお前らに才能があるんなら経営の。今日本にいないはずだって言った。 かっこよくない？お前らは今ここにこのセミナーを聞いてる時点で才能がまるでないって言った。 かっこいいでしょ？これがオープニングのトークだったからね。なんで日本にいるの？なんで日本にいるの？才能がないからだよ。君たちは日本のマーケットを知らないんだよ、つって。もう出だしからすごかったね。かっこよかった。今シリコンバレーに飛んでる日本人、ベトナム、台湾とか、後進国で伸び盛りのところあるだろうって。そこでみんなバンバン仕掛けてるぞって。俺らの後輩はって。国作ろうとしてるわって。お前ら何やってんのって。お前ら物売りだろって。え、なんで俺なんだよってどういうこと？俺はそこにいた人じゃなくて、その会の主催者。俺はそこにいた人じゃねえわ。その会を主催した人間だわ。俺の会だわ。俺の庭だわ、そこ。その人実際アメリカにずっとビジネスやってたからね。経営においてはね。スティーブ・ジョブズは物を売らないよ。分かってないね。スティーブ・ジョブズが物を売らないよ。和道だけしか見ない。いや、正しい判断だと思うよ。俺以外の枠はクソだよ。断言してやるよ。俺以外の枠はクソだよ。俺以外の枠見てるやつもクソだよ。だろ？今ここで俺の枠を見てることを光栄に思ってくれ。君たちの人生が何か変わるはずだよ。
俺は自分しか売ってないから。おい、マサってやつよ。三流のコメント読んでもらいたかったら三流の配信者のところ行け。ここは一流の人間しかコメント読まれねえんだよ。バカが。ここは俺の枠だよ。上級国民しか見れねえんだよ、この放送は。二流は二流、三流は三流と戯れてろ。お前バカなの本当に。なあ、俺にどうしてもコメント読んでもらいたかったら花火よこせ。読んでやっから、どんなにクソつまんねえコメントでも。まあ、てめえに1コメント1000円払う価値のあるようなコメント打てるとは思えねえけどな。どうしても俺に読んでほしいコメントがあるんだったら花火添えろ。読んでやっから。クソカスカオス、いいこと教えてあげる。世界で一番知的なゲームって何か知ってる？世界で一番頭がいいやつらがやるゲーム。何かわかる？クソカスカオス。これは何千年も前から変わってないの。世界で一番知的なゲームって何だと思う？ああ、麻雀いい線ついてるね。チェスいいね。いいね。麻雀チェス。育成。もう。ディベートだよ。でしょ？仏教もそうでしょ。哲学もそうでしょ。世界で一番頭のいいやつはディベートすんだよ。だから分かんねえやつには分かんねえよ。わかんねえやつはわかんねえから。ソクラテスもそうだよね。
だから俺がいたら言ってあげたいよね。地動説、天動説で揉めてたところ。主観の問題ですよって。ねえ。天が動いてる、地が動いてるって、あんたたち揉めてますけど、主観の問題ですよ。俺がいたら一発だよ。観測点をどこに添えるかでしょ。でしょ、揉める必要ないですよって。主観の問題でしょ。まあ、間違いなく言えるのは、俺が立ってるところが俺の世界の中心でしょ。そうだね。俺が今ここに立ってるってことは、ここが俺の世界の中心だから。俺が起きた時朝だよ。俺が寝た時は夜だよ。俺、地球のルールとか知らないから。わかる？みんな地球のルールで動いてるでしょ。太陽がこう昇ったら朝なんだと思ってるでしょ。ね。太陽が沈んだら夜だと思ってるでしょ。俺違う。俺が起きた時朝だよ。俺が寝る時夜だよ。地球の都合なんて考えてないから。俺結構よく言ってるよ。俺が起きたらおはようだよ。俺が寝るときはお休みだよって。ご飯食べるときも、いや、朝ごはんまだって、夜中に言ってるからね。 いや、朝ごはんまだ食べてないって。晩ごはんはまだ先だからって。俺中心に回ってるのね。だって俺の、よく遅刻はだから知らないよ。俺がルールなんだから。でしょ？ でしょ？俺がルールなんだから。俺が来た時がスタートだよ。俺が帰る時が終わりだよ。俺はそうやって生きてるんだから。風が吹いたら休んだ。バカ。俺が風を起こしてるんだよ、いつも。俺が歩くから風が吹くんだよ。風は勝手に吹かないから。俺が走ったり、動いたりした瞬間に風が吹くんだよ。ちょっと無理やったね。 あんまり上手くなかったよね。あ、シャコ、やっぱ言い換える。バカ、俺が休みたい時に風が吹くんだよ。オッケーです。あ、岩戸さんオッケーです。こっちだな。あ、また、あ、いいね。こっちだな。俺が休みたい時風が吹くんだよ。いいね。これでしょ。これでしょ。来たね。いいね。そう、ちょっと間違えてるよって。今のワド、年収8000万だわって言ってくれたから。悪い悪いっつって。今の8000万だったわ。今の俺年収8000万だったわ。悪いっつって。ちょっと修正加えるから。みんなでね、はい、オッケーもらいました。そう、オッケー、オッケー。いいね。修正入るからね。今のワド6000万じゃんっつって。ダメだよっつって。あと奥で行こうよ。今の正解だったね。1億円プレイヤーの発言だったね。いいね。いい感じになってきたね、だんだん。
正解すぐ見えちゃうからね今、うん、相乗効果だったシナジーってやつだね、シナジー、うんうん、いやあのねマインドって大事よ。心が変わればって知ってる？あの心が変わればってね、有名なね、あの誰の言葉なんだろうこれ、なんか学校とかでもね結構進学校とかにね飾ってある言葉なんだけど、心が変われば知ってる人手挙げて、心が変われば知ってる人、心が変われば、知ってる人手挙げてください、知らない人は手下げて、これ結構有名な言葉でね、誰の言葉だったか知ってる？知りたい？いきます。心が変われば行動が変わる、行動が変われば習慣が変わる、習慣が変われば人格が変わる、人格が変われば運命が変わる、運命が変われば人生が変わる、ウィリアム・ジェームズさんですね。いい言葉でしょ。心が変われば行動が変わる、行動が変われば習慣が変わる、習慣が変われば人格が変わる、人格が変われば運命が変わる、運命が変われば人生が変わる、うん、これいい言葉ですよ。だから心をないがしろにしてるやつは変えらんないやつだよ。すべては心から始まる。吉田松陰も全く同じこと言ってる。まずは心からだって。だから侍は心を鍛えないといけないって。風が吹けばね、お部屋が儲かる。まあ日本人らしいよね。縁起の思想だよね。仏教用語だろうね。多分風が吹けばっていう。多分俺は縁起に聞こえるんだよね、これが。うん、ああ、松井の不動心だよ。だから、ね、一流の人間は心を整えてるよね。和道が変わればリスナーが変わる。他力本願だな。違う。俺はさっき言ったの、かぼちゃん。一本線引いたから。ここに一本の線を引いたの。この線の比喩っていうのは、この線っていうのはメタファーなんだよ。メタファー。何のメタファーか。この枠っていうメタファーなんだよ。俺は今日ここに一本の線を引いた。俺は向こう側に行く。今までありがとう。もし、新しい景色を一緒に見たいなら、その線を踏み越えたまえ。共に歩もう。もし、そこで、怖い、知らないものは見たくない、疑う心、恐怖心、いろんなもので歩みを止めるなら、さようなら、バイバイ、俺はこっち側だから、じゃあね、うん、成功者の結果論とか言ってんのはね、マジでね、センスないよ。うん。成功者の結果論ないよ。成功するやつはなんで成功するのかを考えた方がいいよ。成功したから結果論で言ってるわけじゃないよ。お前はそういうものの見方しかできないんだよ。だからお前はうだつが上がらないの。一生そこで正論を言い続けなさい。君が持ってる物差しは、俺が持ってる物差しと長さが違うんだよ。君はその狭い物差しで世の中を測り続ければいいよ。うん、俺は物差しを広げ続けるから。なんだっけな、なんだっけ、西郷隆盛が言ったのもかっこいいよね。西郷隆盛が言ったなんだっけ、飯もいらん、金もいらん、地位も名誉もいらん、命すらもいらないとか、そんなのなかったっけ。
あれすげえかっこいいよね。うん。そういう男が一番厄介だっつって。うん。腹くくってるやつはかっこいいよね。なんだっけ、地位もいらん、名誉もいらん、とか、そんなんじゃなかったっけな。西郷隆盛。うん。ねえ。落合。いや、対談をやっていこうと思うんだよ。対談って何が大事かっていうと、今の自分がどこにいるのかっていうのを、やっぱ会話で探れるんだよ。あ、俺こいつと、要は俺の言ってることわかるかな？こいつが言ってることわかるかな？わかんないやつは何話してもわかんないの。もう向こうもバカだと思ってるし、こっちもバカだと思ってるから。うん、もう話が合わない。IQ20 ずれたり、経験が20ずれるとダメなんだよ、俺からすると。だから俺と、俺の話分かりますっていうのは、だから、スティーブ・ジョブズとか、ビル・ゲイツとか、ウォーレン・バフェットとか、矢沢とか、イチローとか、まあ、北野武とか。うん。じゃないと無理よ。西郷隆盛、そんなこと言ってたような気がするな。わからないのは俺の問題じゃないから。西郷隆盛、命すら。あったあった。命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人は始末に困るものなり。命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬものは始末に困るものなり。だね。うん。だ、命もいらねえと。後世に名もいらねえと。官位、要は役職も金もいらねえと。手に負えねえっつって。いや、別におかしくなってないよ。もう俺は腹くくったの。億万長者になることだけやるわっつって。もう無駄な人間と無駄な絡みとかもう一切やめる。もう俺の話ついてこれないやつはいらねえ。俺は億万長者になることだけ考えて生きるわっつって。もう腹くくったわっつって。そういう枠。で、俺の話わかんないのは俺の問題じゃないから説明すらしないし、他人の話とかいらないって。矢沢永吉に長渕のニューアルバムどう思いますって言わないでしょ。ね。矢沢永吉にさ、ね、徳永英明どう思いますって、もう本人に聞けよってなるでしょ。どうでもいい、他のことは。俺は俺だから、俺のこと聞いてくんねって。俺以外のことは他でやってくんねって。NG だよ、君って。っていう感覚、今は、俺は。そんな感じで、くにまるくん。ブロックね。はいはい。じゃあね。まあいいじゃん。レベル低いコメントっていうか、レベル低い人間がほとんどなんだから。
うちのボケてるじいちゃんにも一発気合いお願いします。ボケるぐらい頑張ってきたんだからボケさせてやれよ。なあ。汗も治ったよ。治った。薬 VG 塗ったから、ほんとあんま良くないんだけど。ステロイド塗った。あんま良くないんだよ。皮膚弱くてさ、皮膚もう薄くなってんだよね。文鳥だよ。文鳥はかっこいいんだよ。フォルムがいいね。インコはね、なんかブサイクなんだよ、少し。配信だけで生活するのも楽じゃない？楽じゃない？楽じゃない？どういうニュアンスだろうな。もっと気持ち込めてみようか、ポポさん。もっと伝えよう。もう少しだった。かすったね。もうちょっと気持ち込めたら俺に届くと思う。頭もいいしね。いいね、キャッチアップ。自分で決めよう。そう、気づいたね。勉強になったね。2時間前のお前とは全然違うよ。やっと気づいてくれた。そう、自分で決めよう。そう、人に答えを求めたらダメ。自分で決めるの。いいね。借金をしてこい。話はそれからだ。いいね。名言だね。いいね。借金をしてこい。話はそれからだ。いいね。もうね、社員をゴミのように扱うっていうね。辞めさせないぞって。 働かせるぞ、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 辞めさせないぞ、やめさせないぞ。サービス残業だぞ。サービス残業だぞ。サービス残業だぞ。いいね。そうね。俺は今キラキラしてるよ。配信だけで生活するのは体にも心も精神も疲れることたくさんある。例えば、プロボクサーに聞いてみて。疲れることないですかって。プロ野球選手に疲れることないって。プロミュージシャンに聞いてもいいよ。疲れることないって。プロって名の付く画家でもいいや。疲れることないって。聞いてみるといいよ。楽しんでるだけだからって。遊んでるだけなんだよねって。俺プロ配信者。遊んでるだけなんだよね。そんな感じ。徳川家康の血入ってるからね、俺。いや、入ってるよ。薄いけど。そりゃそうだろ。俺だよ。俺はどうだよ。だから言ったじゃん、さっき。農民の話はわかんねえって。祭りごとと戦しかやってきてないの。 農民の話わかんねえよ。
今日の和道さんめっちゃかっこいいですよ。レンちゃん訂正して。今日も。のじゃないから。今日も。まみむめも。訂正して今すぐ。いや、俺はパッションあるから。俺にはパッションがあるから。そのパッションが伝わらないから知識っていうさ、鎧を身にまとってるだけなのね。俺はパッション、情熱型の人間だから。感じてほしいのね。考えなくていいから。感じてほしいの、うん。じゃあ、2時間経ったんで、アイテムこじります。花火投げまくってください。じゃあ、2分間音楽流すんで、アイテムよろしくです。はい、ヒトラー、風船ありがとう。はい、レンちゃん、バカプレゼントありがとう。はい、レンちゃん、風船10個ありがとう。はい、クソカスカオス、バーガーありがとう。えい、みーすけ、チンアナゴありがとう。縄文人さん、風船10個ありがとう。はいよ、待ってるよ。ありがとう。はい、まいちゃん、お茶9個ありがとうね。あ、風船9個ね。ありがとう。
海外でも生活したいな。本当ノマドワーカーになりたいね。住まいどこですかって言われた時、普通にアースって答えだよね。住所どこ？出身どこ？どこ住んでるの？アースって。地球が家だって。俺がいるところが俺の家だって。本気でそういうの憧れる。本気で言わないとダメよ。そう、住まい、アース。わかんないよ。50年後、マーズって言ってるかもしれないよ。成功したな、ワドーって。どこ？つって、火星って。あそこ俺の家っつって。ねえ、なんか嫌じゃん。もう何にも縛られたくないじゃん。地元どことか。 地球でいいじゃん。なんか知りたい。俺は本気でアフリカないと思ってんのね。アフリカなんか見てないものをなんかそれっぽく語るやつって俺嫌いなの。Google に載ってる情報を自分の体験かのように語るやつっているでしょ。俺もう全然面白くねえわって。自分で調べたら出てくるわ、そんなもんって。で、そんなもん真に受けてるやつ、俺頭おかしいやつだと思ってて。俺は沖縄見た時に、俺の沖縄があるの。俺の沖縄。俺の水戸があって、俺の福島があって、で、俺の仙台があって、俺の千葉があるわけ。俺の千葉かどうかでしょ、みんなが聞きたいのは。俺の沖縄でしょ、みんなが見たいのは。ね、俺には沖縄がある。俺のね。君たちのアフリカとかは知らない。誰がが問題だから。俺の旅に興味がある、みんな。俺も自由になりたいよ。自由になりたいって言ってたら永遠と追っかける羽目になるよ。心の問題だから。意味ねえよ、そんなの。自由になりたいって10年後も言ってるよ、多分。余計強くなるよ。俺は自由だ。俺は無敵だって。俺は旅人だ。俺は億万長者だって。言い切らないと未来は変わらないよ。なんでかっつうと、未来は現在の積み重ねだから。未来を変える唯一の方法を教えてあげる。今変わることだよ。俺は自由だよ。何にも縛られてないよ。だってそうでしょ。俺だって今億万長者ですって。億万長者です、ナウってやらないと変わるわけないじゃん。10年後に億万長者になりたいなーなんて言いたくないもん。俺は億万長者だ。これが正解だよ。10年間言い続けたら絶対なれるから。I am だよ。I am。I am ミリオネアだよ。だから俺は未来をコントロールできるのね。だから未来を語るほどバカバカしいことはない。現在肯定形で話すから。俺が見えてる未来、それを語ってるだけに過ぎないの。俺は手に取るように未来が見えるの。ここに札束があって、幸せな仲間がいて、毎日楽しくて遊んでるだけで、毎日がオフ会、パーティーで、ボルビックでこうやってお風呂沸かすんだよ。みんなでボルビックこうやってみんなでお風呂場に入れて、ウェーイっつって、やっぱボルビック風呂だよねっつって、俺ら水知ってるもんねっつって、ボルビックで風呂沸かそうよ、みんなで。俺は掴んできた。なんでか答えは簡単。やり方もわからない。理論もない。頭も良くない。顔も良くなければ力もない。何も持ってない。なんで俺が夢を叶えることができるか。誰よりも諦めないからだよね。みんな途中で諦めたの。みんな途中でリタイアしたの。才能のあるやつ、かっこいいやつ、声のいいやつ、おっぱいのでかいやつ、若いやつ、モテるやつ、イケボのやつ、いろんなやつがいた。俺のライバル、俺の上にも同期で、みんな辞めたんだよね。
家族が、家が、仕事が、家庭が、時間が、いろんな言い訳をつけてやめていったよ。俺も言い訳言いたかった。でも自分との約束は守りたかった。ただそれだけ。うん、俺は諦めたくなかった。誰よりも諦めなかっただけです。そしておそらく10年後も同じこと言ってるでしょ。10年間毎日俺は億万長者だって俺は今日からつうかもう1ヶ月ぐらい言い続けてんの。うん、10年間言い続けるんだよ、うん。ドリームキラーからよく逃れてきたね。全部ブロックしてたもん。だからいらないっつってんの。だからさようならって。微塵も俺にできない理由はいらないと。できない理由を考えるやつは、できない奴らとつるみなさいって。俺はできるんだ。君ができないのが見えてるのは君ができないからの。君には無理だろうね。君はできない人たちと絡みなさい。俺はできる奴だけ周りにいればいい。成功するよね。つみきさんいらっしゃい。でしょ？俺は今いらないの。君たちと後で絡んであげるから。俺が億万長者になったら褒めたたえに来なさいって。まあ俺と会話できるかは別だけどね。俺のこと眺めることはできるでしょ。ありがとう、ペンギンありがとうね、つみきちゃん。お、ランキングボーナスゲット。ありがとう。それが俺の考え。本気で今はいらない。ただ10年後また会いましょうって。その時同じように絡めるかは別問題ですよって、うん、まあ縁がなかったということでって。安室奈美恵に会える？この中で安室奈美恵に今すぐ電話できる人いる？いないでしょ、うん、いる？誰でもいいよ。河本ひろとでもいいわ。いる？いないでしょ。ポール・マッカートニーに電話つながって今すぐ遊べる人いないでしょ。そういうことだから。だから今俺にね、よくしてくれた人は後世で称えられるんだよ。俺のバイブル、聖書が書かれてきて3000年、4000年語り継がれるわけじゃん。そこに聖人として名前が載るんだよ。やばくない？永遠と YouTube に残るんだよ。俺っていうバイブルが。縄文人またね、風船ありがとう。あの時、あの才能の、あの瞬間の和道で、和道を見抜いたって。やばい才能でしょ。うん、でしょ？やばい才能でしょ、うん、そりゃ和道に抱かれたいっていう女の子が絶えないわけだよね。ありがとう、ちいはなごありがとう。また億万長者に一歩近づいてしまったか。やばいな。成功のスピードが速すぎるんだけど、自分が怖いよね。成功のスピードが速すぎる。
暑いなこの部屋。何がどうしたの？何がどうしたの？逆にお前がどうした？逆に。あと3時間後の仕事が恐怖です。俺ね、辰彦今めっちゃ頑張ってるなと思うの。辰彦はめちゃめちゃ頑張ってるけど、辰彦に予言をしておくよ。辰彦、うん、お前はそこに、そこの仕事をめちゃくちゃ頑張るべきだけど、お前はそこにいる人間じゃないよ、うん、それはお前が一番よく知ってるはずの、うん、今をでも頑張るしかないんだよ。俺は3年後の辰彦待ってるからね、うん、俺は人を見抜く力あるから、人を見抜く力だけど絶対的な自信持ってる。なんでかっていうと、人よりも多く関わってきたから、人と。で、会った瞬間にそいつがどういう器の人間か分かるの。で、今の仕事辛いし辞めたいし、なんで俺こんなことやってんだろうっていうのはもう100ほど分かるけど、今は頑張るしかないの。でも、今の仕事で収まるような人間じゃないから腐らないでほしい。絶対に稼ぐから。腹くくったら。今はそれしかないかもしんないけど、俺は信じてるから、うん、でも今流してる汗は絶対に後でいい経験になると思うよ。その水に切ってる金は、あ、そう、言いたいことあったんだ、辰彦に。あの、それ話つながるんだけど、公園でやろ、それだけで伝わる、うん、それにもつながる話なんだけど、あの、あんな俺らには必要ないよ、うん、辰彦、見栄張る必要ないから、できることやろ、公園でやろ、以上、うん、俺は公園でやってきたし、うん、おはようかか、死に物狂いで働いて、嫌っていうほど末端労働者のきつさを分かってさ、そっから這い上がればいいじゃん。稼げるやつは顔つきで分かるよ、目で分かるよ。あと辰彦のサムネ、それいいと思うよ。はいよー。お前に言ってねえから、キャッチアップ。なんで皮膚こんな弱いんだろうな。お前じゃねえよ。お前さ、高校生かなんかだろ。お前どうせこの夏で消える存在だろ。お前高校生かなんかだろ、大学生とか。なあ、いいんだよ。かまってほしいんだろ。他行けよ。マジで。向いてねえわ、俺のリスナー。
俺お前と仲良くすることも絡むことも飯食うこともできないから。悪いけどお前の所得じゃ無理、お前の実績じゃ俺と絡めないから。悪いけどさ、友達作んなら他でやってくんね。俺お前の暇つぶしに付き合うほど暇じゃねえんだわ。だ事実だろ、金もねえ、暇つぶす相手もいいね、仕事もねえな。リア充がこんなところでそんなくだらねえことコメント打たねえよ。やることあんだよこっちは。ニコ生でやれ、ニコ生で。悪いこと言わねえから、お前みたいな仲間たくさんいるから、仲間とつるみな。キャッチアップ、じゃあ教えてやるよ。俺のリスナーが俺の放送普段どうやって聞いてるか聞きてえか。毎日お水一杯汲むんだよ。で、モニターの前に行けるんだよ。で、まず合唱から入るんだよ。ずっと正座だよ。な。お前今あぐらかいてよ、ポテトチップスさ、食いながらよ。で、スマートフォンベタベタにしながら聞いてるだろ。まずその態度がおかしいの。みんなお水汲んで、合唱して、ね。iTunes カードにチャージして、正座しながら聞いてんだよ、俺の放送。な。どれとか見ろ、お前は。どれの深夜食堂とか、クソつまんねえから。おめえみたいなどれの深夜食堂行け。質の低いリスナーはどれでやってろ、うちにはいらねえから。いや、イライラはもう完全にないね。イライラは完全にないね。
いや、でもいい勉強になった、本当に。すっきりしたね。マジで腹くくったよ。いつか、多分伝わると思ってる。だから時間はかかるけどね。本当に伝えるまでは。これかっていう日がいつか来ると思う。あ、和道が言ってたのこれかって。見える化が始まるまで時間がかかるのね。まあ、気長に待って。俺はもう腹くくったから。多分ね、フォロワーも減る。閲覧も減る。収入も減るだろう。でも、間違いなく未来に対して投資してるから。俺は変わる決意をしたよ。変わらないとダメだなって。今、大きく変わらないと、50万とか100万で終わっちゃうんだよね。積み重ねるのはダメだ。根本的に変えないと。根本的に変わりたい気分だね。まあ、だいぶね、遊んだしね。大丈夫、大丈夫。ゴールさえ見えてれば、絶対変わるから。ゴールさえ的確に見えてれば、的確に変わるから。やり方は知ってるから、これ。やり方は知ってる。大丈夫。全力で俺は遊んで暮らすわ。全力で遊んで暮らします。今日から。全力です。残された余命を全力で遊ぶだけです。全力疾走します。ただただ遊び続けます、僕は。僕が働くことは二度とないでしょう。スーパースターとして今後ともよろしくお願いします。僕は僕のファンのために戦い続けます。かわいいかわいいファンのために。風呂入って寝ようかな、もう。じゃ、寝るわ。お疲れ。こっちじゃないか。おやすみ。
前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。